日本プロフェッショナル野球組織に対する警告。構成員である球団に対し、所属する選手による代理人の選任を制限させている行為は独占禁止法違反の恐れがあるとして、日本プロフェッショナル野球組織に対して警告を行いました。日本プロフェッショナル野球組織は、構成するプロ野球12球団に対し、選手が契約交渉などを行う際の代理人について、これまで弁護士に限定していたほか、代理人が選手1人と契約した場合には、他の選手との契約は認めていなかった。これにより選手は、例えば日本の弁護士資格を持たない海外の代理人との契約ができなかった可能性があるほか、他の選手と契約していた代理人を選任できなかった可能性がある。つまりどうなる？これやるなら水野のボール提供もメス入れるよ。前の話か、今は代理人もやってるよな。代理人がこう思ってると不都合でもあるんかな。これからはメジャー仕込みの代理人が介入してくるってこと。弁護士はともかく複数人契約不可は直さんとな。代理人になれるのが弁護士のみで複数人不可とか厳しすぎるしな。指摘を受けた日本プロフェッショナル野球組織は9月2日にこうした事態を取りやめる旨を決定した。そらそうよ。この件はめちゃくちゃすぎたからな。有能な代理人がすでに誰かと契約してたら微妙なやつと契約するか諦めるかしかないってありえん状況やった。選手会に入ってたら自由に代理人選べないとか地獄制度すぎるからな。大会されないように公取に行った。